スポーツ界では多くの女性アスリートが活躍しています。その中でプロサーファー界でも美人選手が活躍していますね。今回は美人なプロサーファー選手をランキング形式で紹介していきます。ランキングは独自に決めているので参考程度にとどめてくださいね。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますので、チャンネル登録お願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。第10位は吉川弘香選手です。吉川選手はピロタンの愛称で知られていますよね。 ASP 世界プロサーフィン連盟では世界5位にランクしています。日本ランクでは1位を獲得した経験もあり、ロングボードを持ち世界を巡っている美人日本人プロサーファーです。過去に4回の JPSA ロングボードグランドチャンピオンに輝いています。現在は YouTube も始めて様々な分野で活躍しているね。現在はまだ結婚はしてないみたいだよ。吉川選手の今後の活躍に期待したいな。第9位は都築亜夢呂選手です。都築選手は小学4年生頃まではクラシックバレエを習っていましたが、父親と兄の影響を受けて11歳頃から本格的にサーフィンを始めました。ジュニア時代から和製タイラー・ライトと言われるほどのパワフルなサーフィンを武器に、2014年は GoPro ジュニアゲームスアンダー20で準優勝を果たしています。2015年の NSA 主催第33回全日本級別サーフィン選手権大会で3位に入賞するなど好成績を収めました。最終ランキングは8位とクオリファイのラインに届きませんでしたが、この年にワールドタイトルを獲得したカリッサ・ムーア選手の休暇宣言により繰り上げでチャンピオンシップツアー入りを果たしています。 WSL の前身 ASP 時代には小野里美幸選手がチャンピオンシップツアー入りを果たしているため、都築選手のチャンピオンシップツアー入りは日本人女性2番目だったね。都築選手は一宮千葉オープンで優勝し、スペインで開催された最もグレードが高いアバンカ・ガルシアクラシックサーフプロでも優勝しているね。18歳以下のジュニアの世界一を決める大会であるワールドジュニアチャンピオンシップでは日本人初の優勝を果たしているぞ。第8位は脇田紗良選手です。脇田選手の家族はサーフィン一家でしたが、幼い頃の脇田選手は海に入るのがとても怖かったそうです。しかし友達がサーフィンを練習し始めたことで海の恐怖に打ち勝ち、脇田選手も共に練習するようになりました。それからは試合に出た際に板が当たり、新しい板をゲットしたことでさらにやる気になり、そこから練習を重ねていったそうです。まだ年齢は若いですが QS 世界ランク16位と ISA 世界ジュニア選手権でも2年連続でメダルを獲得した美人女性プロサーファーとして活躍しています。2018年の世界ジュニア選手権の日本代表でもあり、日本代表強化指定選手にもなっているね。脇田選手のお父さんもプロサーファーとして活躍していたね。脇田選手のお父さんはサムライサーファーと呼ばれていたんだ。第7位は前田真比奈選手です。前田選手はハワイ育ちの日本人で、ユニークで個性的なサーフスタイルを追求する美人プロサーファーです。前田選手は5歳の時からサーフィンを始め、6歳の時には大会にも出場していました。2013年には世界ジュニア選手権で優勝し、東京オリンピックの強化指定選手にも選ばれています。また SNS では前田選手の水着姿が可愛いと評判を呼んでいます。前田選手は水着姿も綺麗だけど、彼氏もイケメンだと話題だね。噂の彼氏さんはトリスタン・ギルボーさんで、前田真比奈さんと同じプロサーファーとして活躍しているね。 SNS には2人でデートしている写真や動画が投稿されているぞ。第6位は野中みなみ選手です。野中選手のご両親は共にサーフィンが趣味でした。そんな環境で育った野中選手は自然とサーフィンに触れる機会があり、
小学3年生の時にサーフィンを始めています。もともとの運動神経も良かった野中選手は、競技開始間もなくして才能が開花し、中学2年の時にプロ試験に合格するなど、あっという間に全国クラスの選手となります。そんな野中選手は148センチと女子サーファーの中でも小柄ですが、非常に力強くパワフルな技を得意としています。野中選手は東京オリンピックへの出場を期待されていたけど、残念ながら出場することはできなかったね。惜しいところだったけど、次のオリンピックでは絶対に出場してくれるよ。野中選手の今後の活躍に期待したいな。第5位は黒川日菜子選手です。黒川選手の両親は共にサーフィンが好きで、4歳の頃に種子島に移住し、常に海と触れ合う生活をしていました。9歳の頃に大阪へ戻り、10歳の時にサーフィンを始めました。現在は日本とオーストラリアを行き来しながら練習しています。黒川選手は SNS で笑顔が素敵なプロサーファーとして注目されています。 SNS では黒川選手の可愛らしい写真が多く投稿されており、話題を呼んでいます。黒川選手は多くの大会で優勝、入賞を果たしているね。黒川選手は小柄な体型を生かして海外選手と戦っていきたいと語っていたね。小柄だが、黒川選手のサーフィンをする姿は躍動感があってかっこいいな。第4位は松田詩野選手です。松田選手は両親がロングボード、ボディーボードをやっていたこともあり、松田選手も自然とサーフィンをやるようになったそうです。6歳の時に地元茅ヶ崎のサーフィンスクールに入門し、初日にすぐに波乗りをマスターして周囲を驚かせた逸話を持っています。これまでに多くの大会で入賞、優勝を果たしており、将来が期待されているプロサーファーです。2020年にはバービー人形のモデルに選ばれたね。日本人がバービー人形のモデルに選ばれるのは黒柳徹子、大坂なおみに続いて3人目の快挙だね。2019年には第1回ジャパンオープンオブサーフィンに出場し、決勝戦では中潮かな選手を下して初代ジャパンオープン女王になったな。第3位は水野麻子選手です。水野選手がサーフィンを始めたきっかけは、小学生の時に東京から湘南に引っ越したことでした。当時15歳という若さでプロデビューを果たすと、多くの大会で活躍しています。プロデビューした年にはルーキーオブザイヤーも獲得し、ジュニア大会における日本代表にも選ばれています。水野選手はサーフブランドの情報誌でモデルをしているね。大会での人気解説者としても活動しているよ。現在のところまだは結婚はしていないが、彼氏と思われる男性の写真が SNS に多く投稿されているぞ。第2位は野呂麗華選手です。野呂選手は13歳の時趣味でサーフィンを始めました。両親の勧めで出場した大会で初戦敗退という悔しい結果に終わりました。その大会で悔しい思いをした野呂選手は本格的にサーフィンを始め、努力を重ねた結果、16歳の時に全日本選手権で優勝を勝ち取っています。その後は全日本選手権での優勝を皮切りに、さまざまなジュニアの試合で優勝を飾り、世界ジュニア日本代表にも選ばれるほどに成長しました。2012年にプロに転向し、数多くの大会で活躍しています。野呂選手はビキニでサーフィンをするなど、日本人らしくない大胆な一面を持っていて、 YouTube にたびたび出演し、ノリのいいキャラでファンを魅了しているね。自分で水着ブランドルースイモを立ち上げ、サーフィンだけでなく実業家としても活躍しているね。プロでは初戦で優勝し、ルーキーオブザイヤーを獲得しているぞ。第1位は石丸ノアン選手です。石丸選手は16歳の若さで、その美貌やサーフィンの実力で注目されています。サーフィンを始めたきっかけは、小学校4年生の時にサーフィン好きな父親が横浜から茅ヶ崎に引っ越しをしたことでした。
石丸選手はすぐにサーフィンを中心とした生活を送るようになり、学校が休みの日はもちろんのこと、登校前や帰宅後もサーフィンをしていたそうです。さらに13歳の時には一人でバリに練習に行くほど行動力がある女性です。現在は NSA のガールズランキングで12位にランクされているね。石丸選手のお姉さんであるイルカさんはモデルとして活躍しているね。多数のテレビ番組にも出演しており、サーフィン以外でも活躍しているな。いかがでしたでしょうか。プロサーファー界にも美人な選手は多いですね。彼女たちの今後の活躍に期待です。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。